ロッテ佐々木朗希投手が13日、出場選手登録を抹消された。 球団は右上司のコンディショニング不良。当板後のコンディショニング確認の中で上司の状態が万全でないことを受けての総合的判断。と説明した、5年目の今季は9試合に登板し5勝2敗、防御率1、96。5月28日に上半身の疲労回復の遅れで出場選手登録を抹消された。6月8日に一軍に復帰し、同日の広島戦、松田に先発し6回90球を投げ、3安打1失点。 急奪三振で今季5勝目を挙げた。